皆さんどうもこんにちは、ゆうぽんです。今回はなんと皆さんスクイーズの大きいスクイーズを今回私は注文して、今回も届きました。はい、私が買ったところではモーチーズさんの方で購入させていただきました。そちらがじゃじゃん、こちらの英語読めないんですけど、このねフランスパン的なパンのスクイーズになります。すごく大きいんですよ。このようにもうこれ顔と比べてもこんな感じなんですけど、あ、大体同じぐらいだはい、でもすごく大きいです。はい、で裏がこのような感じ、英語ではね。今回こちら開けていきたいと思います。はい、ということで開けていきたいと思います。はい、まあ見た目的にはこのような感じで犬ワンちゃんがあります。こんな感じではね、開けていきます。やればいいの。では行きます。もう開いてんのかな。開いてる。行きます。じゃじゃ、うわすごい、待って。はい、このような感じです。はい、すごくリアルです。やばいやばい。で、じゃあ匂いからね嗅いでいきたいと思います。あ、すごくね甘い香りがします。では触っていきたいと思います。うわすごい、いきます。すごくね低反発です。なんか、まあ、触ってる感じだとしっとり系です。しっとりこうサラサラしてます。ではね裏も触っていきます。すごい、めっちゃ気持ちいい。で、手の跡もやっていきます。うわーすごい。はい、ということで今回はこちらのスクイーズの紹介でした。ぜひ皆さんもモーチーズさんの方で売っているのでぜひ買ってみてください。こちらはチョコ、イチゴ、こちらのねノーマルのパンのスクイーズの種類があるのでぜひ買ってみてください。ではご視聴いただきありがとうございました。おつぽん。